あとライブ何回なんだろうね。あと大阪2回でしょう。名古屋何回なんだろう。福岡も2回かな、わかんないけど。なんで伸ばすの？剃るのめんどくさいから別に伸ばしてるっていうか伸びちゃう。何もないときは別に伸ばしっぱなしかな。名古屋2回ね。あとはじゃあ実質ライブ6回ってか、ん？違うか。8回？ 8 回かな。まあでもがっつり楽しみながらやりたいと思います。このインスタは、引退したらなくなるんで、今ここに固定してるケージパパ、こっちがプライベートになるんで、ぜひこっちのプライベートアカウントを登録してください。こっちのプライベートアカウントをやるんで、俺ショートスリーパーじゃないと思うけどな。結構がっつり寝ないと、なんかやっぱ疲れてる時は。アーカイブはこれ残さないですね。もうこっちのエグザイル刑事の方はあと1ヶ月ちょっとで、あれかな、今日は終わってうどん食べたかな。あ、リクありがとう。リクがずっと見てくれてんだ。メンプロまだないんだね。え、何うどんだっけな、あれ。ちょっと忘れつったな。カスうどん、なんかあのケータリングに入ってるんですよ、カスうどんが。11月になったら多分なアカウントはなくなっちゃいますね。インスタもツイッターも、YouTube も。サウナでお会いして話聞いた時はびっくりでしたよ。え、引退の話？そう、本当に全部消さないでください。ちょっと、ま、契約とかがあるんで、やっぱなんでこっちに、あの今固定してるやつ、ケージパパの方に。あー、引退の話ね。うーん、まあでもね、
人生長いんで、なんだろうな、まあね、エグザイルもやっぱ、まあ、20周年で、まあ、俺も42の年だから、やっぱこうね、次のステップっていうか、まあ、体がね、やっぱりこうパフォーマーはボーカルと違ってやっぱ引退時期って出てくるもんなんで、まあ、それはねしょうがないですよね。まあでも本当何か違う形でね、なんかまた新しい仕事に挑戦して上がってみたいですけどね、違う仕事で。まあそんな簡単じゃないとは思うけど、もうアスリートと一緒だよね、そこは。エグザイルの中で刑事さんのキャラいるよ。そんなでもどうなんだろうね。ちょっと俺どういうキャラなのかがあんまりちょっとわかんないからな。あー、たまにはご飯行こうよ。全然全然、いつでも。ちょっと連絡するね。ぜひぜひ。お願いします。いじられキャラなんだ。ねえ、リクもハイローでソロで歌ってんでしょ。すごいじゃん。まあね、自分もね、いろいろやりたいことはいろいろあるんで、まあそれはそれで、まあ楽しみっちゃ楽しみだし。ネタバレキャラ、黒木さんはファンの方に何て呼ばれることが多いですか。ちょっとわかんないね、ファンの人に聞いてみてください。腹減ったよね。なんかやっぱ腹減るよね。なんかうどん食うとなんかすぐなんか腹減っちゃうな。ねえ、その帽子飛ばしてた、今日飛ばしてたね、最後。今日初めて EXILE のライブ行ったんですけど、ケイジさん見れるの最後って知って悲しいです。とありがとう。まあでも悲しいって思ってくれてるうちが花ですよ、僕らみたいな仕事は。カツは食べないですね。え、ゴーさんいる？ヒゲは剃りました。今日ライブだったんで。ね、大阪。大阪すごいよね。こんな6日間もできるって。入院することになり、もうクイズ君のダンス 見れないと思う。いや、もうでもちゃんと自分の体を治してください。あさって母と京セラ行きます。ありがとうございます。楽しんでください。
ロッキーね。ね、そういうのも楽しかったよ、本当。いい思い出です。カラコンはしてないですね。もう裸眼ですね。あさって行きます。ありがとうございます。急遽明日も行くことにしました。ありがとうございますね。片目だけ俺なんか二重なんですよ。二重っていうかなんか年食ってなんかここに溜まってるだけなんだと思うけどね。埼玉ね、しょうがないね。それはキュン見に来てくれたんでありがとう。明日行きます。ありがとうございます。今日明日行きます。ありがとうございます。あ、ぜひお願いします。落ち着いたら郷さんも一緒にどっか美味しいとこ連れてってください。お願いします。MC 毎回早口だなって聞いてます。早口これ早口かな。ロッキーの名言言ってください。嫌です。ウパゴロ持ってますか。持ってないです。待機くれないね。そういえばこのインスタのアカウントも消えちゃうんで、あのもしよかったらこっちのプライベートアカウントにも登録してください。滑舌が悪くて聞き取れませんでした。俺滑舌悪いんだよ。自分のメンプロ使ってますよ。全然使ってる使ってる。さっきちょっとお風呂入ってたから外してるけど、ああ今日のトークめちゃくちゃ早口だったんだ。そうなんだね。大阪は外に食べ行ってないですね。一日ずつ終わりが近づく今の気持ちはやっぱり寂しいですか。どうだろう。あんまりそこまで考えてないかな。なんかまだライブ中だし、ライブあるし、コンディションを整える方がやっぱこう難しいんで、今回特に空いたりとかして、なんかそういうこと考えるっていうより、そういうメンテナンスとか、そっちを考えてるかな。まあ寂しいっていうか、まあいつか終わりは来るからね。終わり来るっていうか、まあ自分がねそうやって決めたことだから、お風呂の時とかネックレス外さないの。まあ外すやつもあれば外さない。今日は外してないかも。やめてから実感湧くかもね。どうだろう、わかんないな。
でも体力的な問題もあるからね。なんかリアルに。ありがとうございます。ケージパパフォローし、やりきるって感じですね。トレーニングもまあ大変ですね。宮古島良かったですか？良かったですよ。いや、年末の番組はもう出ないね。俺今舌長いですよ。舌長いんだよ。邪魔なんだよね。メンさんは酸素貯金したってどういうことだろう。ケンチ君が言ってた。優待したら、分かんない。失業保険ってもらえるの？ちょっと分かんないな。あ、でもとりあえずライブをね、まずはやりきって、カメレオンみたいにしたら長いんですよ俺。なんか最近何にハマってる、なんだろうね、ちょっとわかんないけど、あ、もうてか2時だね、やばい。まあ2時なのにこんなたくさん見てくれてありがとうございます。そう、下長いんですよ。いや、ライブはやりたいですよ全然。じゃあ明日もあるんでそろそろ寝よっかな。MC 何話すの。まあでも基本感謝の気持ちを伝えていきます。そんな、なんか今回は、ね、それがもう目的というか、やっぱ来てくれた人にちゃんと挨拶したいんで、よし、じゃあそろそろ寝ます。疲れたんで。明日何時に起きるかちょっと分かんないですね。ありがとうございました。じゃあこれ見てる方でコメント呼ばれた、泣ける大好きでありがとう。このケージパパの方フォローしてない方はフォローしてください。ありがとうございました。また明日やります。バイバイ。